奮する材料なんですね。ああ、はい、ね、そうでしょう。テレテレやっててもさ、はい、あの立岡さんは何とかしてくるとこあるわけでしょ。なんであんなのに負けなきゃいけないんだっていうね、そういうとこあるわけですね。これがね、直道がね、発奮する材料なんですね。ああ、はい、ね、そうでしょう。テレテレやっててもさ、はい、あの立岡さんは何とかしてくるとこあるわけでしょ。なんであんなのに直道がね、発奮する材料なんですね。ああ、はい、ね、そうでしょう。テレテレやっててもさ、はい、あの立岡さんは何とかしてくるとこあるわけでしょ。ええ、なんであんなのに負けなきゃいけないんだっていうね。